はい、どうも、稲倉です。ちょっと前に、ツイッターのヒロさんと一緒に、琵琶湖上皇、自転車でやってきたんですけど、ちょっとね、僕は一切釣れず、ヒロさんだけ4匹、1匹50かけるという、ちょっとね、悔しかったんで、3日後か4日後の今日、はい、リベンジで一人やってきました。前回の失敗がね、食わせのルアーを持ってないっていう、ヘビキャロは一応食わせやと思うんですけど、それだったらこう、手前、こういう近いとこで餌食ってる時に使えないんで、今日はネオ玉とか、あとあのフリーリグ流行ってるやつ、あれを持ってきたんで、ちょっとね食わせ力もアップしたんじゃないかなと思います。はい、どうしてもねビッグベイト系だったら食わせづらい日があると思うんで、そういう時用に、はい、フリーリグ使ってうまいこと魚キャッチできればなと思ってやっていきたいと思います。はい、いいサイズ。めっちゃ引く。はあ、綺麗。めっちゃいいとこかかって。よしよしよし。そんな魚おらんかなと思って気抜いてたら来ましたね。お、サイズは49。いいですね。重さ測ろうとしたら電池切れ。マジか、バッグの中でずっと反応してたのか。くそ、とりあえず49釣れてよかったですね。産卵後のやつか、ちょっとね遅かって、まあ重さ測れなかったんですけど、測っても軽いんじゃないかなと思うんで、まあ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 いいかなと思います。はい、そのアユに合わせて何でしたっけ、3インチのゴールドっぽいラメ入りのシャトテールに変えて正解やったんかなっていう感じですね。マッチザベイトうまくいったんかなっていう。まさか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 。横着しちゃダメですねこれ。ちょっとね、手前のそのブロックのところにパス行ったんですよね。何してたのか分かんないですけど、待ち伏せかな。さっきので先週釣れんかったリベンジは成功ってことで行きましょうか。
おるのにあそこまで惜しかった。ちょっとラップやっぱ無理ですね。またスイッチ入れんと。今Aバスが真後ろにいますね。食わせるためにこれかな。ちょっとね、脳神経でやりたいんですよ。の方に向かってったんで、亀の下ぐらいに今顔の前ぐらい食え。この濁り自体が食いたくないんかな。タタ巻きでちょっと食い気がないんかもですね、あいつらは。フログちょっと投げやすそうなウィードあったんで、ちょっとね時期的に早いかもなんですけど、元気なやつおらんかなと思って早いっすね。出たら面白いのに。はい、ちょっとね、風が強風すぎて釣りできないし、ちょっと足元こんな感じで危ないんで、もう今日は帰りたいと思います。こうなる前に、午前中にいいサイズ釣れたんで、はい、今日は良かったんじゃないかなと思います。ちょっとね、お昼過ぎぐらいまでしか釣りできてなくて、ちょっとね、悔しいんですけど、まあ、安全のため帰りたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。